はい、ケンケンです。今日はエペイオスエッセンス GO を徹底レビューしていこうと思います。 Amazon の価格で 23,100円のハイエンドグラインダーですね。それでは早速見ていきましょう。箱を開けるとこのような形でセミハードケースに入ってますね。こういうケース持ち運ぶのに便利なので結構ありがたいですね。開けてみるとこんな感じ。まずグラインダーの本体部分、結構重さがあってずっしりとしっかりとした作りに感じます。そして粉受け、マグネット式ですね。ハンドル結構大きくて持つ部分が球形状ですね。分解用の六角レンチも入ってました。それでは細かく見ていきましょう。まずハンドルの連結ですね。シャフトは六角になってます。ハンドル側は12角、メガネレンチとかでよくあるやつですね。六角よりも位置が合わせやすくなっています。実際にハンドルの付け外しをやってみると、位置が合わない時、そこまでハンドルを回さなくてもスコッと入ってくれるような印象ですね。ハンドルの持ち手の部分、かなり大きな球体がついてるんですが、マグネットで固定されていて簡単に外すことができます。持ち手の穴の奥の部分にマグネットが仕込まれてますね。このマグネットによる持ち手の固定は私的に微妙かなと思います。豆を引いてる時にハンドルが外れることが 2,3 回ありました。使い慣れてくると外れることはもう全くなくなるんですが、初めて使った時何回か外れてしまいましたね。粉受けはマグネットによる取り付け、素晴らしいですね。全てのグラインダーがこうなってほしいです。マグネットは粉受けに9個、そして本体側にも9個ついています。ねじ込む必要がないので一瞬で付け外しが可能。マグネットも強力なので、めちゃくちゃ振ってもぶつけたりしてもほぼ外れることがありません。でも手で取るときは簡単に外れる、素晴らしい。そして粉受けの奥の角のこの部分、しっかりと R になっています。コーヒーの粉がたまりにくい形状、これもいいですね。粉受けの底面にはゴムのクッションがついています。滑りづらいのと、置いた時にテーブルを傷つけづらくなっています。流度調整はここのダイヤル、外部ダイヤルによる流度調整ですね。クリック感があって結構軽めに回る感じですね。マックス80クリックから0クリックまで、80段階です。豆を入れる部分を覗いてみるとこんな感じ。ちょっとピントが合っていませんが、中のフレームは2本で豆が引っかかるような部分はほぼありませんね。ボディはほぼ全部金属製ですね。かなりがっしりとした剛性を感じますね。ボディの握る部分、溝が掘られています。滑りにくくてこの辺もいいですね。あと形状で何気にいいなと思ったのが、ここの部分、本体の上の方が広がっていることによって左手がこれ以上上にずれないようになっています。コマンダンテとかのストレートのタイプだと、引いてるうちにちょっとずつずれてきてハンドルに左手が当たるみたいなことがたまーにあるんですよね。それでは分解やっていきましょう。内側の刃はボルトで固定されています。シャフトにハンドルを取り付けて、付属の六角レンチでここのボルトを緩めていきます。ボルトを外して、内側の刃を取り外します。
シャフトにはスプリングとワッシャーが入っています。ワッシャーは表裏があるタイプですね。ベアリングの内輪受け用の出っ張りがついています。内側の刃の底の部分にはシャフトとの連結用の部品がついています。内側の刃を見てみるといろいろと刃の情報が書かれていますね。サス420材質ですね。 HRC の60、 HV でいうと1800、硬さを表す数値ですね。サス420熱処理で HRC60 も入るんですかね。なんか無理な気がします。こちらはシャフトと内側の刃を連結する部品ですね。中央の穴に2面幅が切られていて、シャフトの2面幅とはまることによって回り止めになっている、そういう構造。流度調整ダイヤルを回すと外側の刃が上下します。微妙な差ですが、わかりますかね、動いてるの。この溝の影の部分見てるとよくわかると思います。外側の刃が上下してますね。それでは内側の刃を見ていきましょう。38ミリのコニカル式10枚刃ですね。10枚刃って他のグラインダーでも見たことないですよね。かなり珍しい形状。横から見るとこんな感じ。かなりエッジがシャープで指を切っちゃいそうな感じですね。他のグラインダーと比べてみるとこんな感じ。形状としては他に似てるものはないですね。新しい形状。C2 と C3 の間みたいな形ですかね。で10枚刃になってると、かなり新しい形です。外側の刃はこんな感じ。まあよくある形状ですね。それでは組み立てていきましょう。シャフトにワッシャーを入れて、バネを入れて、内側の刃を入れていきます。シャフトの2面幅と角度を合わせてボルトで固定。構造的にはかなりシンプルですね。外部ダイヤルでの流度調整のグラインダーって分解組み立てがかなり複雑になりがちなんですが、ボルトによる固定にすることでかなりシンプルになってますね。工具を使わずに分解できることっていいことではあるんですが、そのせいで機構が複雑になってしまっては元も子もないですからね。六角レンチを使った分解になるけど、構造はシンプルにありだと思います。いろいろ触っていて明確に欠点だなと思ったのが、重さ 859g です。かなり重い。いろんなハンドグラインダー使ってきましたが、その中でも一番重いですね。コマンダンテで 574g、 タイムモア X ライトで 602g、 C3 で 478g、 イージープレスと K ウルトラで 705g、キングラインダー K6 で 638g で、エペイオス 859g、 重量級ですね。ほぼ金属でできていて剛性はかなりあるんですが、持ってみるとやっぱり重さを感じます。それでは実際にコーヒー豆を挽いていこうと思います。クリック数は0クリックから80クリックまで。まず真ん中の40クリックで挽いてみようと思います。引いてみた感じはめちゃくちゃ軽い。かなり軽く引けますね。コマンダンテよりも軽い印象です。ただその分引き終わる時間は長くなりそうですね。豆が少しずつ送られていくといった感じです。引き終わった後こんな感じです。続いて一番粗い80クリックで引いていきます。続いて一番細かい0クリックで引いていきます。めちゃくちゃ細引きなんですが、かなり軽く引けますね。こんな感じで引き終わりました。こちらが一番細引き0クリックで引いたものです。
かなり細引きにできてますね。にしてはかなり軽く引けました。ココアパウダーみたいなパウダー状ですね。エスプレッソでももう少し粗く引きたいぐらい、かなり細かく引くことができます。続いて40クリックです。中引き、中細引きといった感じですね。見た感じ流度の均一性かなり高いように見えます。かなり揃ってますよね。少しだけ微粉感、粉感があるようにも思います。うん、かなり綺麗ですね。そして一番粗引き、80クリックです。ほぼ使うことがないんじゃないかなってぐらい粗引きまで引くこともできます。かなり粗引きなんですが、比較的流度は揃ってますね。これぐらい粗引きになると、とんでもなく大きなかけらとかが入ってたりするんですが、そういったものがほぼないですね。粗引き強そうです。それではディフルードのオムニを使って各クリック数の流度分布を調べていきます。目的としては流度比較表を作成すること。例えばコマンダンテの40クリックはエペイオスの何クリックなのか、それがパッと見で分かる表を作成していきます。これが絶望的に時間のかかる作業で、丸1日かかってなんとか流度比較表を作成しました。一つのクリック数あたり10回ぐらいのサンプルを測定して、測定結果をメモ、測定ごとに毎回オムニの測定面をエアブローでクリーンにして次の測定を行う。細引きから粗引きまで5クリック単位で流度分布をひたすら測定していって、出来上がった流度分布の一覧をコマンダンテとか他のグラインダーと比較して、実際に抽出してみた感じで微調整を入れていく。複数種類の豆で抽出をしてみて、抽出した感じですり合わせていって流度比較表を完成させています。とんでもない時間がかかる。流度分布の測定はなんとか1日で終わらせたんですが、抽出のすり合わせまで含めると多分 2,3 週間かかってますね。というわけで、完成したエペイオスのクリック数と粒子サイズの中央値を表したグラフがこちらです。当然誤差が現れてきてますね。60クリックより65クリックの方が粒子サイズが小さいという結果になってますが、当然こういう測定誤差は生まれてきます。引いたコーヒーの粉が全て一定の粒子サイズであれば、こういう誤差は生まれないんですが、当然そんなことはありません。微粉みたいに細かいものもあれば粗いものもある。サンプル全体のどの部分を測定するかによってこういう誤差が生まれてきます。その辺を抽出してみた感じとか、まあ見た目とかでうまく調整してます。というわけで、完成した流度比較表がこちら。表の見方としては、例えば中引き、コマンダンテの22クリックはコマンダンテのレッドクリックスを入れたものの44クリック、イージープレスト K ウルトラの72クリック、キングラインダー K6 の82クリック、タイムモア X ライトの 11.5 クリック、タイムモア C3 の15クリック、C2 の19クリック、エペイオスの48クリックという感じですね。エペイオスとコマンダンテのレッドクリックスを入れたものを比較してみると、少しだけエペイオスの方が細かく流度の調整ができるという結果ですね。エスプレッソの調整もまあできなくはないけど、もうちょっと細かく調整したいぐらいですね。まだ精度はそこまで高くないと思うので、今後どんどん使い込んでいって精度を上げていこうと思います。ぜひスクリーンショットするなりして使ってみてください。というわけで、流度比較表にのっとって各グラインダーのクリック数を合わせて流度分布を比較したグラフがこちら。まずは細引きで比較した結果ですね。エペイオスの34クリック、コマンダンテのレッドクリックスを入れたものでいうと同じ34クリックです。エペイオスは青色のグラフですね。特徴的な部分として300マイクロメートル以下の粒子が多くなっています。34%、一番多いですね。他のグラインダーと比べてある程度同じような流度分布ではあるものの、300マイクロメートル以下の細かい粉、まあ微粉と呼ばれるものが多いという結果ですね。続いて中引きのグラフを見ていきましょう。エペイオスの45クリック、コマンダンテでいうと42クリックです。
中引きで比較してみても300マイクロメートル以下の粒子がちょっと多くなっている。そして1400から1700マイクロメートルの割合、これも少し高くなってますね。粒度分布の山のピークが低くて横に広がってるような形ですね。それでは続いて粗引きも見ていきましょう。エペイオスの56クリック、コマンダンテの50クリックです。粗引きになっても粒度分布似たような感じですね。300マイクロメートル以下の割合が大きくて、1400から1700の割合も少し大きい。粒度分布の山のピークが低い形。そんな感じですね。細引き、中引き、粗引き通して同じような形状です。それでは引いた見た目、コマンダンテと比べてみましょう。左がコマンダンテの34クリック、右がエペイオスの34クリックです。粒度分布を測定して合わせているので、見た目はほぼ同じですね。違いがありません。続いて中引き。左がコマンダンテの42クリック、右がエペイオスの45クリックです。どうですかね、見た目の違い。粒度のばらつき具合はほぼ同じように見えます。見た目では。最後に粗引き。左がコマンダンテの50クリック、右がエペイオスの56クリックです。粗引きで比べてみると、右側のエペイオスの方が若干揃ってる感じですかね。見た目だとそう見えますね。それでは続いて微粉の量をコマンダンテと比較していこうと思います。豆量は 10g、 比べるのは中引き、エペイオスの45クリック、コマンダンテの42クリックです。100分台まで測れる精密なスケールで豆の重さを合わせて比べていきます。微粉除去はパウダーコントロールストッカーを使います。パウダーコントロールストッカーにコーヒーの粉を入れて1分間振っていきます。微粉が除去された粉を集めて微粉以外の重さを測っていきます。こうすることによって引いてる時にグラインダーに残ってしまった微粉も誤差なく測定することができます。エペイオスの微粉こんな感じですね。一度パウダーコントロールストッカーをエアブローできれいにして、次にコマンダンテの微粉を除去。条件は全く同じ。見た目こんな感じですね。少しコマンダンテの方が少なく見えますね。それでは重さの測定、まずはエペイオス 7.92g、 微粉量 2.08g ですね。続いてコマンダンテも測定 8.38g、 微粉量 1.62g です。コマンダンテと比べてエペイオスの微粉量ちょっと多めですね。それではエペイオスとコマンダンテ、ブラインドでカッピングをしてみて、どういう味の違いがあるのか見ていこうと思います。使う豆はティム・ウェンデルボーのキャバレロ SL28 です。オムニでアグトロンチ見てみましょう。引く前の状態で 78.7、 ちなみに引いた後は 96.4 のかなり浅いり。見た目こんな感じです。それではエペイオスとコマンダンテ、2つずつのカップを用意します。豆量は 8g、 引き目は粒度比較表にのっとってエペイオス39クリック、コマンダンテ38クリックです。 8g の豆を引き終わるのに何回転かかるのか見ていきましょう。エペイオス51回転ですね。続いてコマンダンテ、コマンダンテ46回転です。以前測定した他のグラインダーの回転数も合わせて見てみるとこんな感じ。コマンダンテはかなり引くのに回転数を要する、時間がかかるグラインダーなんですが、それよりもエペイオスの方が回転数がかかる、時間がかかるという結果ですね。回転数が少ないということは早く引けるということ。ただし早く引けるほど引くのは重くなります。早く引けるということはコーヒー豆が一気に刃に送られていくので、その分重くなるということですね。エペイオスは引くのに時間がかかる、回転数がかかるのでかなり軽く引くことができます。ゼロクリックのパウダー状に引く時もかなり軽かったです。それではカップをシャッフルしてどこに何があるかわからないようにします。お湯の温度は96度、1番、2番、
3番、4番です。見た目では全く違いがわからないですね。それではカッピングの準備を進めてブラインドでテイスティングやっていきます。それではいただきます。これはかなり難しいですね。味の違いはめちゃくちゃわずか、少しの違い。ああ、この3番目ちょっと酸が強め、酸味寄りな味ですね。ああ、4番目もかな。3番4番がちょっと酸が強めぐらいの印象しかないですね、今のところ違いは。ああ、2番もなんか強く感じる。かなり難しい。やっぱり4番酸味が強い印象ですね。2番はしっかりと甘さを感じられる、ちょっとそういう印象を今感じました。1番が一番その印象ですかね。なんか甘さをすごくしっかりと感じられる。今のところ1番と2番がセット、3番と4番がセット、そんな印象です。あーでもやっぱり2番なんか酸味を強く感じるんですよね。2、3、4がセットな気がしてます。ありえないんですけど。あ、でも違う、2番、3番違う。あー、これはちょっと分かったかもしれないですね。あー、分かったかもしれない。いや、分かってなかった。いや、全然分かってなかった。飲めば飲むほど分からなくなってきてるんですが、やっぱ印象としては1番、2番が甘さより、3番、4番が酸味より。酸味が強いっていうより、酸味が目立ってる。よく言えば、クリアな印象。もうほんのちょっとの違いです。やっぱりここまでのグラインダーってなってくると違いめちゃくちゃ少ないですね。なんか2番、酸味が強く感じるんですよね。あー、4番やっぱクリアですね。すごくクリア。あー、これは分かったかもしれない。今度こそ。飲み込んだ後っていうか、飲み込む時っていうか、質感、ザラつき感、滑らかさ、そういうのに一番違いがあると思います。3番4番なんか滑らかな印象、ザラつき少なめって感じ。1番2番はそれが少しだけある、ちょっとザラつくというか、まあ、引っかかるとまでは言わないけど、なんかちょっと気になるみたいな、そういう印象ですね。そこに大きな違いがありそう、今のところ。あー、ちょっと温度が冷めてくるとそれが顕著に感じるような気がしますね。そして甘さ、やっぱり1番2番が甘さ強いと思います。なんかしっかりと甘さを感じられるのは1番2番。3番4番はまあ比較的甘さは抑えめ、酸味が目立ってる印象、そんな感じですね。いい甘さ。これちょっと今回当てられるかもしれないですね。以前ハイエンドグラインダーをブラインドでカッピングして比べてみた動画があるんですけど、その時にコマンダンテって結構酸がクリアで、甘さっていうよりは酸味が活かされてる、そういう味だったので、3、4がコマンダンテなんじゃないかなって今思ってます。これちょっと今回自信ありですね。やっぱり1番すごく甘さが強い、果実感のある甘さをすごく感じられる。3番の滑らかさ、質感いい感じ、すごくいいですね。多分1番2番がセット、3番4番がセットっていうのは合ってると思います。これは間違いないと思う。ただそれがコマンダンテなのかエペイオスなのかっていうのはそこまで自信ないですね。ただコマンダンテって酸味寄りなので、3番4番がコマンダンテなのかなって今思ってます。今液体を下の奥の方で味わってみたんですが、そうすると結構違いがわかりやすい。ちょっと雑味というか、刺激のある苦味の感じが全然違う。全然ってわけじゃないですね。微妙な違い。だけどやっぱりわかる。下の奥の方で感じる刺激のある苦味感。3番の方が苦味を感じづらい。まあ酸味寄りという印象。やっぱり最初の時の印象とそこまで変わらず。予想は1番2番エペイオス、3番4番コマンダンテ。
味わいで言うと1番2番がすごく甘さよりしっかりと甘さを感じられる。ただ悪いところを挙げるならちょっと滑らかさに欠けるというか刺激のある苦味を感じることがある。3番4番は酸味がすごくクリア、質感の滑らかさもあるという印象。悪いところを挙げるなら甘さが少し劣る、弱い、こういった感じですかね。それではもう少し冷めるまで待ってからまた飲んでみようと思います。それではだいぶ冷めたので飲んでいこうと思います。これ冷めたらめちゃくちゃ明確にわかりますね。酸味の強さが全然違う。3番4番の酸味かなり強く感じる。うん、これは正解きたと思います。印象はやっぱりホットの時と同じ印象だけど、その差は大きくなってますね、冷めた方が。最終予想、1番2番がエペイオス、3番4番がコマンダンテ。それでは答え見ていきましょう。それでは1番から順番に答え見ていきます。1番、エペイオス。2番、エペイオス。3番、コマンダンテ。4番、コマンダンテ。予想通り。それでは最後にいいところと悪いところをまとめていきます。甘さが強く出る、これはまあ好みによるところもあるんですが、かなり甘さ寄りのコーヒーが抽出できます。外部ダイヤルの流度調整が優秀、流度の調整をグラインダーの外部のダイヤルでやることができます。しかも分解組み立てが簡単、素晴らしいですね。マグネット式の粉受けが優秀、外したい時にすぐに外せてマグネットで勝手に外れることもない、優秀。エスプレッソ挽きも軽く引ける、ゼロクリック、一番細かい引き目でもかなり軽く引けますね。次に悪いところ、引くのに時間がかかる。軽く引けるということは引くのに時間がかかる、引く時間と引く時の重さっていうのはトレードオフなのでしょうがないところではあるんですが、引くのに結構な時間がかかります。重い、これが一番欠点な気がします。このグラインダーの名前がエッセンス5というもので、持ち運びしやすい、ケースもついているのに重いっていうのはやっぱり欠点だと思います。味とか流度分布は一旦置いておいて、使い勝手はめちゃくちゃいいです。この辺は後から出てきたグラインダーが有利になると思うんですが、他のグラインダーの悪いところいいところを踏襲したグラインダーになってるように思います。価格は Amazon で 23,100 円、たまに 2,000 円のクーポンがあったり、タイムセールも行われてるみたいで2万円を切ることもあるみたいですね。気になった方はぜひ概要欄のリンクから見てみてください。流度比較表作るのにめちゃくちゃ疲れたので、ぜひ高評価を押していってください。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。